こんにちは、トイズガオです。はい、宇宙戦隊キレンジャー終わりました。いやー、まあ始まった時はね、戦隊でメンバーが9人で始まるということで、最初はね9人じゃなかったんですけども、最終的に9人になるのかなと思っていたら12人になりましてそこもねびっくりしたんですけどもね、まあ、最初に映画の方で、獣王者のね、映画の方でね、9人で出てきてね、びっくりしましたけども。まあ、そのね、インパクトが強かったのか、終盤以降はね、あんまり盛り上がったかどうかと言われると、ちょっと、首をかしげてしまうかなと思ってしまうんですけどもね。その理由としてね、まあ、今、デラックス玩具とかもどんどん安くなっていますけども。まあ、夏場ぐらいまではね、ちょっと面白かったんですけどもね、まあ、最初に、まあ、ラッキーが加わって、ガルとか、いろいろ加わって、BN 団とか加わってきてね、で、スティンガーとスコルピオンのね、戦いとか、あと、チャンプとコタローがちょっと抜けて、というところもね、あったり、その後に、過去に行くチームと、残るチームと分かれてね、戦ったりというあたりから、もうそこでね結構盛り上がるのかなと思ってたんですけどもね、剣が復活して九玉人が出てぐらいは結構ね、うわーすごいなと思ったんですけど、その後ぐらいですね、オライオン様あたりですね、そのオライオン様からオリオンバトラーが出て、そしてコジシボイジャーが出てというぐらいのね、あたりの盛り上がりがちょっと足りなかったかなと思いますね。まあ、このオリオンバトラーもすごいね、バトルオリオンシップの音声とかねおもちゃ的にはすごく遊びの幅があってね、良かったかなと思うんですけども、まあ割とその、まあなんでしょうね、いろいろと突っ込みどころありましたけども、僕としては結構、なんでしょうね、終盤あたりにもう一個盛り上がりがあった方が良かったかなと思うところなんですけどもまあね、戦隊ものはこういう感じでね、終わりがちなところもありますけどもね、その、なんでしょうね、盛り上がりのグラフで言うと、年末ぐらいが一番盛り上がったところで、そのまんま年明け行って、ボスを倒して終了というのが一番いいんですけども、ちょっとその辺の波に乗れてなかったかなと思いますね。まあ、あとそのおもちゃ的にもね、9玉が88あるはずなのに88出てなかったりね、番号がねいろいろあるんですけども、88まであると思ったんですけどもね、88全部は出てないようですね。あとはスイザーブラスターにセットした時の音声が9玉だけだったりね、あとこの奥に見えますけども、9玉コックピットセット、これがねもう中途半端です。これ10人分出てるんですね、リューコマンダーまで、9レンジャー9人初期メンバーとプラスリューコマンダーまでのコックピットが出てるんですけども、コグマスカイブルーとフォーソルジャーが出てないんですね。これがちょっと残念だなと。もう終わるぐらいでもいいのでね、プレ版でもいいのでこの2つをね出していただきたいなと思ったんですけど、まあその辺も中途半端となって、まあ僕のね購買意欲というのも金銭的な問題もありますけども、こちらの食玩の9玉は第3弾までは全部あるんですけどもね、結局何弾まで出たんでしたっけね、 6ぐらいまで出たと思うんですけども、それもね全部集められなくて、ガシャポンの方も集められなくてね、まあ、ガシャポンと食玩で、光った時のね絵柄が違うという面白いなと思うんですけども、音声は全部一緒で9玉だけしか言わないものはもう9玉だけでね、ちょっとね僕としてももう今一つこう
入り込めなかったかなと。その、まあ、多すぎっちゃ多すぎなんですけども、その、9玉のね、数というか、多すぎるとやっぱそのね、追い切れないところが出てきてしまうんで、まあ、全部買ってる人はね、全部追っかけてると思うんですけども、やっぱその、水亀9玉ですっけ、抽選で当たらないともらえないというね、最初のキャンペーンで、ポイントをね、集めて送るという、それの抽選で当てないともらえないというね、ものすごい倍率ですね。あと、クーレンジャーチョコで当たらないともらえないというのもね、トカゲ9玉。あれもね、まあ、僕は本当、最初の10個、20個ぐらいでやめましたけど、まあそういったとこの不満がね、いろいろと積もり積もって、最後の方はやっぱり、飽きてしまった人もいるんじゃないかなと思うんですけども、まあ、僕としてもね、小獅子ボイジャーとかね、もう出てきてすぐ買わずにですね、安くなるのを待って買ったぐらいなんでちょっとねその辺もやっぱこの玩具レビュアーとしてはね、いち早く買っていち早く動画に収めてお届けしたいというのもあるんですけども、やっぱその辺の葛藤みたいなものもあって、まあ、キューレンジャーはこれまでね戦隊見てきましたけども、かっこいいはかっこいいんですけどね、ちょっと話の内容的に入り込みすぎなかったかなと。まあ、ミニプラとかね結構作りましたけども、あちらのミニプラをね、ミニプラは全部ね銀色の塗装にしたりね、LED を仕込んだりしましたけどもこれは結構楽しかったですね。見てくれる人も多くてですね、その塗装したり LED を仕込んだりすると割と注目してくれるのかなと思って、まあ九連王から入りましたけど、その後のルテイオンもね全部塗装したりしてましたけども、まあ、その辺はちょっとね動画の再生数的にも良かったんですけども、それに比べてデラックス玩具とかね、こちらの武器の方とか、こちらの武器の方とかですね、他のこのデラックス9玉セットとかですね、まあいろいろとあるんですけど、他にもねテレビくんの付録とか、ユニクロ限定とかね、この辺は特別なものを集めてますけども、対象商品を買わないともらえないものとか、まあこの辺はね毎年やってるんで、集めようと思って集めたりとかね、まあねこの辺もね迷ったことはありました。全部に全部飛びついていいのかどうかということもあってですね、まあやっぱお金に余裕があるお金と時間に余裕がないとね、こう特別なものとか並んだりするものとかゲットできないので、まあそういうのをいろいろとまとめて言いますと、僕としては 50% か 60% ぐらいしか集められてないなと、楽しめてないかなといったところですね。まあ、キューレンジャーの話とかキャラクターは結構ね練られて一人一人、まあ、最初の方はね、顔と名前が一致しないみたいなことはありましたけど、もう最後の方になれば全員の名前も覚えて各キャラクターの性格とかもね分かってきたんですけども、やっぱり人数が多いというところでね、まあ誰かしらは影が薄くなっちゃったりするのかなと思うんですけども、僕としてはこのねキューレンジャー見てきて、なんかね全体的に言うと、まあ、ラッキーと剣は結構ね目立ってたんですけども、他の人たちがそんなにその回ごとにねローテーションじゃないですけども、この人が目立つ回この人が目立つ回っていうのはありましたけどもね、まあ、特別枠だったのはナーガかなと、ヘビ使いメタルのね変身とか、あとダークセイザーブラスターとかもありましたけどもね、まあ、あとはスティンガーの方はオリジナル版のねスピンオフも出て、あと他のちょっとね一番影薄かったのはやっぱスパーダーがねちょっと
まあ料理作ってたのは目立ってたんですけども、他のメンバーはそんな目立つ回もありましたけど、まあラッキーに比べるともう天と地の差があるなと、うん、なのでキューレンジャー全体をね、まあ、やっぱレッド重視で全体の話っていうのは進んでいきますけどもね、でももうちょっとね、まあ、レッド以外もねやっぱ人数が多いので話数的にもねもう詰まってきちゃうのかなと、ちょっと見ていて なんでしょう忙しいというかね、今日はこの人、次の週はこの人っていうね回があって、まあ、じっくり見たい人にはちょっとなんていうんですか、話の展開が忙しく目まぐるしく変わるようなね、そんな感じじゃなかったかなと思いますね。あとその星座と絡めているところもね、まあ、ちょっと勉強になるかなとは思ったんですけども、まあ、そんなに星座を覚えたかっていうとそうでもないし、あとねその9玉の使い方とかもね、その星座によって、まあ、その星座ありきでやってるんでね、どうしてもそのこれだけっていう効果とかね、そういったものが多かったかなと。結構このあの9玉はかなり大事にされてるのに、この9玉はそうでもないなとか、そういったのが多くありましたね。あのコップ9玉はコップが出てくるだけとか、魚9玉は魚が出てくるとか、あとまあ僕乙女座なんですけれども、乙女9玉に関してはね、星座ブラスターの音声が女っぽくなってるっていうのは面白かったんですけども、乙女9玉を使うとガルが女装するみたいなねそんなの、まあ、そういう、まあ、面白いっちゃ面白いんですけどもね、使われ方がちょっとねいろいろと賛否分かれるところかなと思うんですけども、まあ、1年間見てきて、まあ、最後はねハッピーエンドで終わったんでよかったんですけどもね、まあ、子供たちはそれをどう見ているのかなと、やっぱ子供向けのものですからね、あのおもちゃに関してはその子供たちはどういう受け止め方をしたのかなと思いますね。あのまあ僕は独身なんでね、子供はいないんで、この純粋な子供たちの反応というのをあんまり見てないんですけども、たまにその映画とかねどっかで並んでたりすると子供たちがおもちゃを持って遊んでいる姿を見かけるときは、そんなにキューレンジャーのおもちゃで遊んでいる子をね見たことがないなとどっちかというと仮面ライダーかなとった感じでしたかね。ちょっとねあのセイザーブラスターの方もね遊び方が難しいというか、ね、この接続部分がねちょっと力いっぱいグッと押し込まないと、これだけでねハマってくれるといいんですけど、これ今片っぽしかハマんなくて、グッて押さないとカチッとはまらないんでね、で外す時もこれをねガチッと開かないとね外れないんで、この辺のねちょっと難しさみたいのもあって飽きちゃう子が多かったかなと思うんですよね。はい、ということでいろいろ喋ってまいりましたが、キューレンジャー1年間視聴してみてねいろいろと感想を言ってきましたけども、まあもうね終わってしまったんでね、あとは次の戦隊を楽しみに待って、こちらのおもちゃたちはこっちの別のこちらのねこちらの棚の方に移動されることになります、はい、その作業を今始めようかなと思っておりまして、次のね戦隊のおもちゃをねここに全部集めていって並べていくんですけども、まあキューレンジャーはこれで終わりなんで、1年お疲れ様でしたと、まあ僕以外のねおもちゃ集めたり頑張って朝起きて見ていた方々もいると思いますけども、お疲れ様でしたということで、キューレンジャーの動画に関してはこれで一旦締めくくりますが、まだ何かねおもちゃがプレ版か何かで発売されるという時は、また買うかどうか分かりませんが、買った時はレビューしたいと思います。はい、ということで以上トイズガオーでした。ご視聴あ
ありがとうございました。ツイッターもやってますので、そちらもチェックしてみてください。評価、コメント、チャンネル登録などもよろしくお願いします。それでは、またねー。